先ほど福岡市南区のビルに車が突っ込む事故がありました。巻き込まれた人や怪我人はいないということです。ビルのシャッターを突き破る形で黒い乗用車が突っ込んでいます。警察によりますと、今日午後4時半ごろ、福岡市南区寺塚で40代の男性が運転する乗用車が歩道を乗り越え、ビルの1階部分に突っ込みました。現在のところ、けが人がいるという情報は入っていません。運転していた男性は警察の聞き取りに、西日が眩しかったという話をしているということで、警察はハンドル操作のミスが事故につながったとみて詳しく調べています。